本日は女優の長澤まさみさんを紹介していきます。長澤まさみさんは1987年6月3日生まれの35歳、血液型が A 型、身長は168センチ。出生地は静岡県磐田市、東方芸能、所属。父は元サッカー日本代表で、J リーグ参入前のジュビロ磐田の監督を務めた長澤和明。趣味は料理、鑑賞、全般。目標の女優は松たか子。友人には柴崎コウ、須藤敦子らがいる。高校の同級生だった鈴木アンとは一番親しい間柄。また映画海外ダイアリーで共演した綾瀬はるかとも仲が良く、綾瀬からマサルちゃんと呼ばれている。好きな映画はジョゼと虎と魚たち。好きなアーティストはスピード、ユイ、ユズ、バンプオブチキン、尾崎豊、ラッドウィンクス、スキマスイッチ。好きな食べ物はカラスミのパスタ、ゴーヤチャンプルー、馬刺し、ブロッコリー、炙りのトロの握りが大好物のようです。12歳、小学6年生の時、母親やその友人らの勧めで1999年度第5回東宝シンデレラオーディションに応募。3万5153人の中から史上最年少でグランプリに選ばれ芸能界入り。同年公開のクロスファイアで映画デビュー。ティーン雑誌ピチレモンの専属モデルとなった。2001年、連続ドラマピュアソウル、くんが僕を忘れても、に初レギュラー出演。2002年、 NHK 連続テレビ小説桜に出演。2003年、ロボコンに初主演し、第27回日本アカデミー賞新人俳優賞等を受賞した。2004年、世界の中心で愛を叫ぶで第28回日本アカデミー賞最優秀助演女優賞、話題賞など数々の賞を受賞。2005年、タッチ、優しい時間、ドラゴン桜。2006年、大河ドラマ、光明月次、セーラー服と機関銃、ラフ、灘曹操に出演。灘曹操で、第30回日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞。2011年、モテキで第35回日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞。2013年、台湾ドラマショコラで海外ドラマ海町に初挑戦、中国語のセリフを披露する。2015年、海町ダイアリーで第39回日本アカデミー賞優秀助演女優賞を受賞。2020年、コンフィデンスマン JP プリンセス編マザーで第63回ブルーリボン賞主演女優賞を受賞。私が個人的に好きな作品はウッジョブ、モテキ、コンフィデンスマン JP、エルキス。2023年、シン仮面ライダーロストケア劇場公開中です。長澤まさみさんの今後の活躍に期待したいですね。ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。